サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。はい、今日はですね、はい、一番いい答えという本のご紹介をさせていただこうと思うんですけども、一番いい答え、なかなかキャッチーなタイトルですね。こちらです。はい、絶対後悔しない最適解の見つけ方ということで、はい、この本のご紹介をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、まずどんな本かっていうところなんですけども、これは人生のあらゆる悩みを型に当てはめて、はい、論理的な答えを導くための方法が書かれた本です。なるほど。はい、人生にはね、あらゆる悩みがありますね。はい、まあ、人間関係とか、はい、お金、はい、仕事、健康みたいな感じで、まあ、そこにつきますよね。まあ、いろんな悩みありますよね、これだけじゃなくて。はい、そんな悩みに対して皆さんはどのようにしてこう一番いい答えを出してるんでしょうかということが、まあ、この本の命題なわけですよね。多くの人が、まあ、勘や直感に頼った答えとか、そうですよね、今までの経験に基づいた答えとか、その場しのぎの適当な答えとか、まあ、そんな感じの答えを出してる人が多いと、まあ、著者は言うわけですよ。そんな人たちにこの著者はバシッと言うわけですね。そんなんじゃ一番いい答えは出せねえぞと。なるほど。はい、そんなもんに頼んなと。なるほど。直感とか、はい、経験とか、そんなんじゃねえんだと。そんなんじゃねえんだと。じゃあどうすりゃいいんですかって話じゃないですか。どうすりゃいいんですかっていうのに対して著者曰く、一番いい答えを出すシンプルな方法が存在するんだと言うんですよ。はい、それがトゥールミンモデルというモデルですね。どひゃーイギリスの哲学者で教育者である人物が考え出した思考の型です。これは、はい、この思考の型に当てはめればあらゆる悩みに対して一番いい答えを出すことができると言うんですよね。知ってますか、トゥールミンモデル。いや、知るよしもないですね。そして一番いい答えがそれで出るんですね。そうなんですよ。あらゆる悩みなんですね。そうなんですよ。誰もが直面する悩みに対して、まあ、みんなね、なんとなくこうしようみたいな感じで考えがちだと思うんですけども、そんな漠然とした考えを論理でまとめて一番いい答えにするのがこのモデルです。はい、まあ、そもそもさっきから、まあ、一番いい答え一番いい答え言うてますけど、一番いい答えって何なんだっていう話じゃないですか。一番いい答えは、まあ、簡単に言うなら、まあ、最適解のことですよね。社会人の世界っていうのは学生のテストのように丸か×かっていう分かりやすい答えないじゃないですか。確かにね。はい、そんな中でよりメリットがあって論理的である答えを見つけ出すしかないんですよ。はい、まあ、決断に後悔しないためには現実的で最も効果のある答えを導き出す必要があると。はいはいはい、いうわけですよね。なるほどね。それが一番いい答えだと。はい、つまりこのトゥールミンモデルっていうのはメリットがあって論理的でさらに最も効果の高い答えを導き出すモデルだというふうに言えるわけですね。はい、もうだんだん知りたくなってきたんちゃいますか、トゥールミンモデル。確かにね。はい、確かに知りたいね。そんな最強の思考の型であるこのトゥールミンモデルがどんなものなのかと、そしてどうすればそれを使いこなせるんだといったところらへんをね、まあ、今回ねできるだけ分かりやすく具体的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで本編いきましょう。お願いします。お願いします。じゃあまずそもそもトゥールミンモデル何なんだと、はい、どういったものなんだっていうところをご説明させていただこうと思います。これはですね、ある公式があるんですよ、はい、トゥールミンモデルには。その公式もう言っちゃいます。最初に言っちゃいますね。バーン、これです。最適解イコール自分の意見プラス根拠となる事実プラス意見と事実をつなぐ理由、こちらです。はい、この式に当てはめれば一番いい答えを導くことができると。なるほど。まあ今の高橋さん見て分かる通りよく分からんですよね、今のところ何を言ってるんだこいつだと。硬いな。硬いですね。よく分からんぞと。なんでちょっとここから具体例挙げさせていただこうと思います。はい、例1、まずは自分の意見ですよね。自分の意見、例えばですよ、炭治郎は虫歯になるだろう。炭治郎は虫歯になるだろう、はい、はい、これは僕の意見というか、まあ、自分の意見です。意見ね。はい、炭治郎を見てて妹の禰豆子は思うわけですよ。はいはい、はい、炭治郎は虫歯になるんじゃねえかなと、まあ、その事実として、はい、根拠となる事実として炭治郎は食後に必ず甘いものを食べるからだと妹の禰豆子は言ってるわけです。はい、はい、じゃあ意見と事実をつなぐ理由、まあこれだけ見たらなんで甘いもの食べたら虫歯になるんだろうって感じじゃないですか。はい、はい、事実としては理由としては虫歯の原因の虫歯菌は糖分を餌にするから、うん、といった感じでこの炭治郎は虫歯になるだろうっていう意見が、まあ、補強されてるわけですよね。はい、
これがまあ例えば例1です、はい、これトゥールミンモデル例1。例えば例2、はい、はい、まず自分の意見、電気自動車は地球に優しいという意見があるとするじゃないですか、はいはい、電気自動車は地球に優しいよねと、はい、根拠となる事実としては電気自動車は化石燃料を使わないからで CO2 が出ないっていうことですね。そう、そうなんですよ、うん、もうさっき言っちゃいましたね。あ、言ってしまった。意見と事実をつなぐ理由としては、言っちゃうな、言っちゃうな、事実としては言っちゃうな、僕、化石燃料を使うと温室効果ガスを大量に排出するからだと。ここをつなぐ事実、理由はこれですよね、はい、これがトゥールミンモデルです、はい、これこんな感じでね、この公式に当てはめるだけでこの頭の中がすっきりして一番いい答えが見つかると。ちょっとね、まだ何言ってるかよく分かんないと思うんですよね。いや、まあ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 、そんなことないですよね。まあ、分かっちゃう。さすがだな、高橋さん。でも大事なポイントがあるんですね。はい、ここでね、大事なポイント一つあるんですよ、はい。それは、このモデルを機能させるために最も大切なポイントは、下準備だということです。はい。はい、そのことについて、ここからちょっと詳しく解説していこうと思います。はい、なんとなく、トゥールミーモデルの例はどんな感じかっていうの分かったと思うんで、はい。はい、まあ、下準備が大事だと。じゃあ、大事な下準備、どんなものがあるのか、いきますよ。これを、トゥールミンリハと言います。でこのトゥールミンリハは2つの手順を踏みます、はい、1つ目は情報収集です。で2つ目は仮説を立ててそのトゥールミンモデルを検証すると、はいはいはい、こういった方法になります。ここからあの東京に住んでいる我が家は地方に引っ越すべきかどうかっていうテーマをもとに、これは面白そう、これを解説させていただくことを思います。これは面白そうですね、ここからちょっとね、はい、面白くなりますよ、はいはい、こういった悩みね持ってる人は実際にいると思うんですよ、はい、いますいます。あとはまあ家買おうと迷ってるとか、ね、います、はい、これじゃあトゥールミンリハ実際やっていきますよ。まずは情報収集ですね、はい、まずは情報収集なんですけども、もうインプットなくしてアウトプットはないと思ってください、はい、まずはじっくりと引っ越すべき理由と引っ越すべきでない理由を調べます。両方調べるんです。そうなんですよ、自分が引っ越すべきかどうか迷ってると、はい、迷ってる場合はどっちも調べてください、はい、例えばもう引っ越すべきだと思ってたとしても引っ越すべきでない理由をちゃんと調べてください。まあまあまあ、まあはい、偏らずに。そうなんですよ、例えば、まあ、仕事をする際の地方でのメリットデメリットを調べるとか、住環境の違いを家賃、物価、近隣環境から比較してみるとか、まあ、子供のね、子供がいらっしゃる方は子供の教育環境の特徴を列挙するとか、あの地方と、まあ、東京とでね、はい、こうやるんですよ。で、まあ、こういった時に本を読んだりとか新聞調べたりとか経験者に話聞いたりして、もうできるだけ多く情報を集めてください、はいはい、情報がなければ仮説を立てることはできません、はいはい、大事なことなのでもう一回言います。インプットなくしてアウトプットはない、はい、まあまあ、今日はもうこれだけでも覚えてない。インプットなくしてアウトプットはない。そうなんですよ。まずはこういった感じで情報収集をしますよね、はい。メリット、デメリットについてね。じゃあ次、仮説を立てて検証していきます。はいはい、まずは仮説を立てるんですけども、はい、例えば、まあ、情報収集で、まあ、B とか C とかっていう情報が集まったとするじゃないですか。はい、そしたら、A という主張をするためには、B や C が根拠になるんちゃうかなって考えることが仮説を立てるということです、はいはい、なのでここでは自分の意見、さっきありましたねトゥールミンモデル、自分の意見と根拠となる事実とそれをつなぐ理由って3つあったと思うんですけど、はいはい、ここで自分の意見っていう A と根拠となる事実 B と C がここで作られるわけなんですよね、はいはい、この情報収集して仮説立てた段階で作られるんですよ。でこの A っていう主張が、まあ、どんなに破天荒な主張だとしてもそれを示すデータさえあればそれは説得力のある主張になりますよね、はいはい、だからこの情報っていうのは非常に重要になります、うん、で、まあ、さっきの例で言うとこの地方に引っ越すべきっていう主張があるとするじゃないですか、はい、まあ、自分は地方にあの引っ越すかどうか迷ってる、まあ、まずはでも引っ越すべきだっていう主張を、したとするじゃないですか。で引っ越すべき主張と引っ越すべきではない主張をするんですけども、例えば引っ越すべき主張に対して、まあ、地方は物価や家賃が安いとか自然がとても豊かだみたいなのが根拠になるんちゃうかっていうふうに考えるのが仮説なんですよね、うん、主張は地方に引っ越すべきです、うん、で根拠となる事実は地方あの物価や家賃が安いとか、うん、自然がとても豊かみたいな感じになります、うん、はい、まあ、ここでもさっき言ったみたいに情報収集のところと同様に引っ越すべき仮説と引っ越すべきでない仮説を考えるんですよね、はい、同じように考える、同じように考える。今回は地方に引っ越すべき理由だけちょっと、うん、あの具体例として挙げさせてもらいましたけど、どっちも考えてください。でこれで仮説を立てたら次に検証します。ここでは果たしてそのデータは本当にそう主張できることができるのかとチェックするんですよね、はい、例えば、まあ、さっきね物価や家賃が安いから地方に引っ越すべきだっていう主張があったじゃないですか、はいはい、それに対して物価や家賃が安いのは引っ越す理由に本当になるのかというふうにチェックするんですよ。例えばすでにめっちゃお金持ちやとしたら
その主張あんまり意味ないですよね。すごい弱いものになると思いません？まあ、確かにね、はい、だって物価が、うん、物価とか家賃安くても別にお金持ってるからいいじゃないですか、うん、まあでも自然が豊かだったら引っ越す理由になると思う。そうですね、そっちはね、うん、今回は物価や家賃の話でしたっていう感じで、あのさっき言ったみたいに、はいはいはい、物価や家賃に対してもこのトゥールミンリハ作るし、はいはいはい、自然が豊かだっていうのに対してもトゥールミンリハ作るんですよ、はい、だからめっちゃいっぱい作ることになります、はい、かなり作らないめっちゃ具体的になるんですよ、ね、はい、この物価や家賃が安いっていうのに対してはすでにお金めっちゃ持ってたりしたらあんまり理由にならないなっていう感じでなるんですよね、うん、でこんな感じで検証していきます、はいはい、でこれ検証したらこれでもうすでにトゥールミンリハ終わりです、はい、でここでですねもうすでに、トゥールミンリハの自分の主張と事実ですね、根拠となる事実っていうのがなんとなく上がってきたと思うんで、じゃあ最後に、まあ、一番いい答えの出し方っていうのをちょっとねご説明させていただこうと思います。はい、ということでね、トゥールミンリハを経て自分の意見とその根拠となる事実をしっかり考えることができましたね、はい、できました。最後にその意見と事実をつなぐ理由3つ目のやつですねを探していきます。この時になぜっていうのを積み重ねるとその理由を非常に導きやすいなと思っておりまして、いきますよ、はい、さっきの例でいきますよ、具体例でいきます。さっき自分の意見は地方に引っ越すべきでしたね、はい、で根拠となる理由は物価や家賃が安いからだと、はい、これ例ですよ、いっぱいあると思うんですけどね、他にも。ここではなぜ物価や家賃が安いと地方に引っ越すべきなのかっていうのを考えるんですよ、はい、するとお金がなくて生活に困っているからだっていう意見と事実をつなぐ理由を導くことができるんですよね、まあまあ、例えばですよ、これは、ね、例えばですよ、うん、はい、もしさっきみたいにお金がいっぱいあるんだったらこれは成り立たないですけどね、うん、はい、もしかしたらそういったこの3つ目のね、このあれですね、意見と事実をつなぐ理由が出てくるかもしれない、うん、こんな感じで悩みに対して2つの意見のトゥールミンモデルを作成してより具体的に考えていくことで自分に合った一番いい答えを導くことができるんだということを著者は言うわけなんですよ。だから地方に引っ越すべき理由と地方に引っ越すべきでない理由っていうのをトゥールミンモデルに当てはめてバーっていっぱい考えるんですね。いっぱい考えて具体的にいっぱい考えて、じゃあ自分に合った一番いい答えどれだろうかっていうのを探していくんですよ。そうするとなんとなくとか漠然とじゃなくて具体的に論理的に一番いい答えを導くことができますよということを言ってるんですよね。時間はかかりますよね。時間はかかります、もちろん時間はかかります。で、まあ、一番最初には絶対情報収集が必要ですよってね、うん、インプットなくしてアウトプットなしと、直感で決めるなってことですか。そうなんですよ、論理的に決めましょうっていうことですね。これがトゥールミンモデルを使った一番いい答えの出し方です、はいはい、ということで最後にね本書のまとめさせていただこうと思います、はいはい、ということで人生のあらゆる悩みを論理的に解消する方法について解説した本を今回要約させていただきました、はい、まとめると、トゥールミンモデルを使うとメリットがあって論理的で最も効果の高い答えを導き出せますよという話でしたね、はいはいはい、でこのトゥールミンモデルっていうのは最適解イコール自分の意見プラス根拠となる事実プラス意見と事実をつなぐ理由、はい、こちらですね、はいはい、でこのモデルに当てはめると論理的な答えを導くことができると、うん、はい、でそのための大事な下準備として、まあ、情報収集と、まあ、仮説を立てて検証するっていう、うん、この2つのステップがあの重要になってきます、まあ、情報収集のところでは、まあ、何回も言ってますけどもインプットなくしてアウトプットなしですね、うん、まずはしっかり情報収集をしましょう、まあ、さっきの例で言うと地方に引っ越す理由と引っ越さない理由の両方をまず考えましょう、で、はい、で考えて情報収集しましょう、で仮説を立てて検証するんですけども、まあ、集めた情報をもとに自分の主張の仮説を立てるわけですね。例えば引っ越すべきっていう主張に対して仮説を立てるなら、まあ、家賃が低いから引っ越すべきだみたいな感じでね、はい、仮説を立てます。そしてその仮説が本当に正しいのかっていうのを検証します、まあ、お金持ってたらねこの仮説は成り立ちません、はい、そんな感じですね。で、そして最後に出来上がった仮説に対してこうなぜっていうのを重ねて意見と事実をつなぐ理由を導き出します、まあ、さっきの例で言いますとなぜ家賃が安いから引っ越すべきなのかというのに対して、まあ、お金がなくて生活に困ってるからみたいな、はい、あの3つ目のねこの理由が出てくるわけですよ、はいはい、こんな感じでこのそれぞれトゥールミンモデルからもういろんな答えを出していって、うん、その中から自分で一番いい答えはどれなんだっていうのを見つけると、うん、そうすると、まあ、この引っ越しの例もそうですし、例えば賃貸がいいのか持ち家がいいのかとか、この相手と結婚するべきなのかどうなのか、私は仕事を変えるべきなのかどうなのか、そんなことまでもね答えが導き出せてしまうと。なるほど、論理的で最適な答えが導き出せますよということなんでね、はい、はい、
もうぜひちょっとこの思考過程をね積み重ねていって、まあ本書の中でも言われてるんですけども、もう質より量だと、量が質に変わるんだと、だからとりあえず何回も何回もこれはやれと、このトゥルービンモデルを、トゥールビンモデル、トゥールビンモデルを何度も繰り返すうちに、はい、この精度が上がり、そうです、より論理的でかつこう効率的な答えが最適解を導き出せるということですね。そういうことなんですよ。だから何度も何度もやってみてください、はい、自分の今の悩みに対して当てはめて、ちょっとこれをね皆さんぜひやってみていただいて、ちょっといいね論理的な答え導き出していただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。